下田城は静岡県に存在した日本の城。戦国時代末期の小田原、北条市の水軍の拠点。1588年、北条氏名を築城。現在の静岡県下田市の下田港の湾口を訳する西側の岬全体が城地だった。直径800メートルの園内に複数の入り江が点在する天然の地形を利用し、車が配置されていた。 本丸は、東西12メートル、南北30メートルの平場で、本丸の北側に2段の天守ぐるわがあった。最南端のお茶毛先に、物宮倉があり、直下の和歌の裏が、船だまりとされた。ご北上氏は東条を、小田原水軍の根拠地とし、玉縄州の朝日奈孫太郎が入っていた。やがて、豊臣秀吉との関係が悪化すると、 伊豆州の清水康秀を上昇とし、豊臣軍の来襲に備えて改修された。天正18年に、豊臣側の長祖壁元地下、久喜吉高、脇坂安次、加藤義明の率いる1万以上の水軍が、来襲し、康秀は、守兵600余で、約50日にわたって牢城した後に開城している。北条氏の滅亡後は、徳川家康の家臣、戸田忠治が、 下田五千国を治め、登場主となった。中寺の子、三継次は、慶長六年に、三河国の田原城へ天保となり、以後は、江戸幕府の直轄領として、下田町奉行が支配し、廃城となった。城主は、下田公園となっている。北条の正寺堀が直に見られる数少ない城である。ありがとうございます。